こんにちは、こなしゅんです。たまこです。暑い、なんかもうね乱れてて汗だくになってるんですけど、今日は、8月22日ということで、旧暦の七夕、はい、ということで、こちらの大阪の何市、大阪片野市にある星田妙見宮にやってきました。はい、それではね、いろいろと見ていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。できます。何なかったの、なんて書いてるの。天正10年1582年6月2日、織田信長が京都本能寺において明智光秀の反逆によって自害した。その時少人数の近臣を連れて堺に滞在していた徳川家康はいち早くその情報を入手するや、身の危険を感じ即刻堺を出て本国三河へ帰ることにした。その日の深夜、家康はこの竹やぶに潜み、村の長の平井氏に連絡して、山城方面に出るため、道に精通する農民を道案内人として出すよう依頼した。平井家ではたくさんの握り飯を鶴の絵を描いた大皿に持って提供し、信用のおける2人の農民を選出して無事に道案内の大役を果たさせたと言われている。へえ。大阪夏の陣の史跡っていうのもあるの。星田2丁目、ここから徒歩約18分だって。へあるんだ。畑松跡。うん。へえ。星田公園ありましたけどね、下にね。あ、そっかね。そっかそっか。ここに旗をかけたんですね。なるほどね。松跡ね。で、どこにあるのこれが。あ、これがここなの？これのこと？だってつい最近でしょ？なんか大河の家康に合わせて作った。ああ、家康に合わせてね。で、こっちが何？こんな感じになって、公園、ここも公園になってるのね。うんうん、これは？生駒国定公園の中にあるのね、ここ。今はどこですかっていう。今はほらここだよ。こないだいたいは船神社。現代天野川。天野川。この獅子何これ、なんていうの？靴。獅子靴字っていうのもあるの？どうなんだろう。寺。月輪の滝とかあるよ。一緒、ここも含まれるんだ。これさ、なんて読むの？全然読めない。参考誓願正味精神の妙見わかんない。弘法大師創建もう何言ってんのって。でもね、あの北斗七星が真ん中にあって、そうだよ、北斗七星ほら真ん中にあるじゃない。周りのあれは何ですかね。周りの何を表すんでしょうかね。1、2、3、4、5、6、7、8、8個あって、はい、それぞれ違うでしょ。あれ違いますね、形がね。形がね、これね、それぞれ違うのよ。全部違いますね。ほらこれね、全部違う。でここはちょっと川が流れてんの。うんうんうん、あ、流れてないや。妙見橋。水ない。雨があんまりね、降らないからな。押しだ妙見橋。これはこれどこでどういうみたいに。今年は誰がいいの。多分あの黒くなってないところの人は今年はかかってなくて、なく、うん、九死火星か、うん、金星かな、一泊水星、水星かなの人がなんか引っかかってて、四緑木星の人が八方塞がり。え、八方塞がりってダメなんでしょ。あんまりよろしくない。ああ、八方塞がり、生まれ年の
星が方位盤の中央に位置し、八方すべて塞がれています。どの方角にことを起こすにも障害が起きやすく、物事を始めるには周到な用意と覚悟が求められるでしょうって書いてるもんね。へー、へー、なるほど。入ってます？入ってない。私、私も入ってないです。まあよかった、なんだかわかんないけどよかったとか言って。これ何？大友やかもち。大友のやかもち。七夕市、船乗りすらし、まそ鏡、清きつくように雲立ち渡る。どういう意味かな。織姫が今しも彦星の迎え船に乗って天の川を渡っていくらしい。船出の水しびきで晴れ渡っていた月夜に雲が広がってきた。綺麗ね、そういう意味のね、これですね。ようやく来れましたよ、妙見宮。妙見宮今は、ね、旧暦の七夕でございます。旧暦の七夕、これは手書き達筆ですね。ね、唐霊山は平安時代の公認、公人、年間810から824に弘法大師空海上人が被災地の四死窟寺の岩屋で仏願仏母尊の修法をされた時に、唐霊山に七葉の星が降臨し、大師自ら三光、あ、これがわかんねえんだよ。三光聖願聖神の妙見と称され、北辰妙見大悲菩薩独宗の霊、霊学神仏の法卓書店全身、何これ、影っていうの、全身慶光来会の名山、星の霊場として祀られました。また 東映を一点として東村内の光林寺と星の森の三点に一辺を八丁として降臨するをもって、八丁見所、八丁見どころと言われ、東村を三宅省星田村と称されました。唐御祭神は神道においては雨の水中主狼、仏教にては北辰妙見大菩薩、陰陽道にては大乗神仙鎮宅霊不神と申されます。違うか、わからないもん。全然わからない。そう、お祭りがあるよってことにしてきます。あ、これね、なんかたまちゃん降ってきた、降ってきた、雨です。これなんか降ってる。あ、本当だ、ちょっと降ってますね。ちょっと降ってきちゃった。片野ヶ原、七夕伝説、昔片野ヶ原に七つの星が天女になって降りてきて、天の川が水浴びをしていました。それを見た少年は、天の川で水浴びをしていました。それを見た少年はあまりにも美しい一人の天女の羽衣を隠してしまいます。天に帰れなくなった天女はその少年との間に一人の子供を設け、せっせと旗漁して育てました。それから3年が過ぎたある日、天女は天に帰りました。少年もまた年老いて天に登り、今でも年に一度7月7日に天の川を挟んで会うといいます。成人した天女の子供こそが肩の物のべの祖くしたまにぎはやひの御事だったのかもしれません。天の川の羽衣伝説は平安時代の書宗旦集にも書かれております。また七葉星降臨伝説のある唐妙見宮の大岩は古来より折ジョイ石と呼ばれ、天の川を挟んだ対岸の遠距離のところには天で剣牛が田を耕す天殿の宮があります。七葉星降生伝説、昔空海という立派なお坊さんがお祈りをされますと、天より7つの星がこの星田の里の3カ所に降ってきました。
お坊様はその時星の落ちたこの妙見山の大岩で妙見様という仏様に会われ、この仏様を大切にお祭りしました。今から1200年も前のことです。弘法大師空海上人が獅子の窟、獅子窟寺の岩穴で仏願仏像尊の秘宝を収された折、星が降臨したという3箇所は星田妙見宮、高生山降臨寺、星の森とされ、正三角形に位置し、一辺が八丁あったところから八丁三所と称し、七葉星降臨伝説は獅子窟寺にも、また東宮縁起にも見られます。降臨の7月23日を東宮では星降り祭りとして今日までお祭りしてまいりました。へえ、二つ伝説があるってことね。二つ降臨したのね。妙見信仰の伝来、うわここもあるわ。なんだか我が国水戸3年に百済の清明王の第三子林政大使が目の中で東海の国日本に観世音菩薩の化身たる王子聖徳太子あり、聖法を改め国家に納めんとする我がすなわち北進なりというお告げを受ける。林政大使はこのお告げにより我が国を渡らんとする。こっちから読むんだよね。そうだよね。そうだよね。同年我が国に大政降臨し、その座の者に我北進なり、今より3年後に百済国の清明王の第三子が来たれるとのお告げがなされる。水戸5年、林政大使は我が国渡られ、この時 北斗七政権とともに憲法17条制定の過程のもととなる妙見信仰の和の心と多情新鮮沈託72礼符を伝来されたという。難しい多情新鮮だ。さっきのとこそうだった。あね、難しいです。全部です ね, ね、はい、それで林政大使は聖徳太子をお会いするために波多の川勝の案内のもと難波に登られ、難波の生玉の宮にお入り、そこを委託とし、水戸5年4月聖徳太子と会見され、聖徳太子がなされようとする日本の政治宗教の基礎固めのお仕事に助言をなされる。そして来朝の挨拶をなされた後、我が国で初めての北進聖句を盛大にされる。その後延暦4年785年に桓武天皇は都の南高統治片野ヶ原に孔子壇を設け、北進祭祀による我が国で初めての天神の祭りをされる。そしてこれが聖徳太子が制定17条の憲法には、林政大使によって伝来された妙見信仰の心、調和の心が生かされている。妙見信仰の教えはまさに神羅万象の調和の心であったほど。中国から、そうですね、百済からって言ってる。そしてこれね、六尊っていうのだけが三名学と、どこにある六尊、ね、六尊って。あそこね。まだある星田の降臨伝説がある全然進まないんだけどもまだまだありますよ。これね、これ、後任の頃810年から824空海弘法大師が京都から木佐市村観音寺に来られ滞留されました。その折虚空蔵菩薩愚門寺の法を修行されで成就されたその夜の暁、仏願仏祖尊の大光明が放たれました。その出現の御事のりを尋ねられると、獅子窟三吉祥の獅子の岩窟の仏願尊だと分かりました。空海がこの岩窟に入り仏願尊の秘宝を正しく
唱えられました。すると天より七妖精が降臨され擁護してくださいました。その七妖精降臨の地が妙見山、降臨寺、星の森であります。この3箇所は一辺が8丁880メートルの正三角形の形を成していることから、俗に八丁見どころ、星の聖地と言われるようになりました。見どころなんだ。なんかここすごい綺麗に整備されて、うん、多分あれですよね、あれ新海監督の映画なんだっけ、なんか落ちてくるやつ、星が、あ、星落ちてくるのあったね、あれなんだっけ、これがここに関係してるって言って話題になって、うん、多分参拝者がすごい増えて、うん、ここすごい綺麗に整備されましたよね、うん、本当に。あ、そういうことなんだ。本当にこんなに綺麗じゃなかった。へえ。君の名は、あ、君の名はだ、そうかそうかそうか、うん、あ、涼しい、涼しいね。これは我が国、お、本当だよ、ほら、そう、我が国の隕石落下記録上2番目に古いとされる公認7年816年の星の降臨によって、この山の大部分が吹き飛ばされ馬蹄型になっています。山を登りながら当時の衝撃の凄まじさ、宇宙の神秘を感じてください。最古の記録は764年俗日本紀日本天文資料下巻神田茂編。ここにね、ほら、こういうここに落下したんだって。あ、だからさっきたまちゃん言ってたあれだよ、あの君の名はのあれなんだ。うん、まだ参道の整備中で大きな音がしますね。しますね。あなたの守護聖をご存知ですか？あなたの守護聖をご存知ですか？何だろうこれ。太七聖、本名聖、原神聖、割り出し表。生まれた年でいいんですか？これ生まれた年？生まれた干支により選定します。その年に生まれた人の一生の寿命を司るゆえに本命星といい、一生変わりません。元人賞も北斗七星の中より各人の生まれた十二支により選定します。一生の間の貧富や栄枯盛衰などの運命を司る星です。生まれた年で出るって結構ざっくりしてます。ざっくりだよね。へぇ、多分です。うーん、七、へぇ、だから何っていうやつ、だからそれ、その星は今度はどういう意味があるかっていうのはどこにもないんだよね。ここには書いてないですね。ここに書いてないよね。どっかにあるのかな。え、これ何？片野ヶ原と余呉湖の羽衣伝説、そして片野七夕伝説へ。一人の仙女あり、この渓水によくし、なんとかするところ少年の戯れにその衣を見すゆえに帰ることのおず、すでに夫婦となりて後3年を経て飛び去るゆえに天の川と豪す総誕衆。そうかな、あれ、あ、さっきのあれと一緒だ。衣を隠されてしまってってことですよね、うん、帰れなくなっちゃったんだって。で、結婚したんだね。はい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 。
わあ。ここは？ソレーシャ。あ、ソレーシャ。本当になんか神社も仏もなんか一緒だね。並んでますね。うん。本当だね。順路はこっち。そうですね。こっちから行きます。はい。結構な階段ですね、なんか。そうですね。結構階段が。なんか今ああやってフロアで吹き飛ばして掃除されてるけど、うん、いつでもあるのかな。少し前はここに、うん、あ、ほうきがあって、うん、清掃に協力してくださいって掃除。え、これね。そうそう。やってくださいって。オンダランジダランジ運、うん、これはこれ何下に書いてあったの？そうそう、忘れちゃったけど、そう、読み方も書いちゃったけど忘れちゃった。もう自分の星じゃないことは分からない。自分の星も分からないって。自分の星は、ああ、まだまだだね。まだありますね。まだ。ああ、こんな感じね。絵が。織姫さん。これは何？え？すさま。すごくないですか？ちょっとこれ見て。なんか。え？めっちゃ手がいっぱいある。これ陶器ですかね？陶器でできてるような感じがする。ね、三つどもえもんで、そう、三つどもえもん。初めて聞いた。薄様だそうです。あ、これね、薄様妙なんだ。この世の不浄を撲滅するために立ち上がった神様。薄様妙さんだ。トイレの神様に。綺麗好き。うん。トイレの神様。なんと。足元に動物がいる？え？何がいる？これにはないです。ないよね。でも手はいっぱいある。手はいっぱいあるよ。ちょっとネットに出てるのと見た目も全然違いますね。ちょっとこれ初めて見た。ちょっとびっくり。トイレの神様でした。なんでトイレの神様がここにいるんだ。そうね、ね。インドでウッチュシュマと呼ばれ、インドでウッチュシュマと呼ばれてるって書いてある。外国の神様。そうだよね。
レ？トイレだけどちゃんとほら神棚がある。本当だ。神棚がある。ちょっと珍しい。初めて見た。よいしょ。はあ、ずいぶん登ってきましたけど。後ろを振り返ると、わあすごい。綺麗だね。どっちの方角がどっちだかわかんないけど、速道路があって、山の方が八幡市の男山です。あっちね。東水八幡。ああ向こうの方だね。あそこね。そうだそうだ。自分のを探して。ああ、これは何？自分の骨質質自分のを探して。で、女性か男性かである、ね、あるみたいなのね。台所には三方工人。便所は薄様明王のお札をお貼りくださいって書いてる、ね、さっきのだ星の木がさっきのだ、暑い水みくじもあるんだ、ここ水の神様だって。高いところに水が、そう、水の神様としてご神徳もございます。特に妙見宮より湧き出る御神水は江戸時代以前より妙浄水と言われ、霊験新たかな水として知られていました。おみくじを御神水に浸し良運 をお授かりください。これね、この山の上にすごいね、綺麗な水だね。でもね、綺麗ですね。どう？孤独。冷たくない。冷たくなかった。ああ。さっき降ったからさ、もっと降るのかと思ったらそうでもなかった。いらっしゃいぐらいの雨。本当だ、いらっしゃいの雨だったのかもしれないけど。読める意味がある、二礼二拍手、新刊、一礼、書かない。おー上、あっちが来たね。ね、モカルがあるんだ。新しいね。でも鎖故障のため使用不可。ポタカーが、こことここは、こっちは全部があそこにお祭りして、あー、
これね、あ、これ七夕って言うんだ。いい風だね、いい風ですね。でここさ、スサノオノミコと祀ってるの？あそこ。スサノオノミコとネギハヤヒ。うん。真ん中は、わかんない。なんだろう。なんとか、チンタク、レーフ、ミコト、わかんない。お百度石あるのね、ここね、お百度、お百度がある。回るんだよね。そうそう、あ、こっちもすごいじゃない、ほら、あ、こっちまですごいんだわ。行ってみましょうか。はい、行ってみましょうか。はい、なんだこれね。で、今度こっちが豊臣稲荷社と豊玉竜王社、清竜社、豊玉姫ってことなんですかね。豊玉姫とあれなのかな。豊っていう字はすごいいいらしいね。なんかね、豊臣秀吉の豊臣、うん、これが、ここが清流だって。何？なんか今、ひなちゃんが歩いた後、なんか水が湧き出るような音が、ここら辺、ポワンポワンポワンってずっとしてたから、何なんだろう。歩いたら音が、そういう音が。本当？うん。わあ、すごくないこれ。すごい岩です、ね。この岩すごいよ。ほら。落ちてきた岩があれなんですかね。ああ、あれね。ズドンって。星降ってきたの？星が降ってきたの。これかな。なんか岩に見えますけど、宇宙の。うん。鉱物なんですかね。ねえ、なんだろうね。岩にしか見えないけど、私ね。ねえ、その石にしか。ねえ、そう。それしか見えないけどね。あ、なんか、星がすごい。こんな感じで、あ、でもここはやっぱりこれなんだね。あ、これなんだっけ、これなんだっけ、三つ鱗。はい。で、そっ三つ鱗のあれ、それどっかでも結構見るよね。見ますね。ね、カモンね。記憶力が、うん、どっかで結構三つ鱗見るよ。よいしょ。ここは稲荷、豊臣稲荷。はい、豊臣かな。
そう、行ってみましょうか。裏もあるの。なんかありますね。裏にも何かある。裏にも何か。でも裏はあのよくあるあれかな、稲荷とかに、稲荷山みたいな感じ。大明寺って書いてあります。あ、でも真ん中には南明法蓮華経って書いてありますね。ねえ、なんだろう。で、右が豊滝二点って書いてありますね。ああ、本当だ、滝二点って書いてある。豊川稲荷のこと。豊川稲荷と関係するんですかね。ね、滝二点ってなんか豊川稲荷っていう方多いですよね。ああ、そうなんだ、へえ。春日大善人、わかんないけど神じゃない。一度もえもん、一度もえもん。ここは何だろうか、何にも書いてない。そうなんですよね。ねえ、でも質問が置いてありますね。うん、あ、でもこれは天狗さんの、うん、何なんだ、何なんだろう。稲荷だよね。でもそうですね。ねえ、うん、はい、うん、こっちはなんかね、強力姫って言ったり、豊玉姫って言ったり。あ、これさ、セオリツっても言うけど、ここ豊玉なんだね、ほら、ここね。豊玉ですね。そう、豊玉だから豊玉って言ったりするんだね。うん、うん、なるとそうなるんですかね。ね、はい、じゃあこれね、お帰り道。恐竜の滝、はい、木が茂ってるからね、涼しいところの方が多いけど、うん、気温が高いから。気温が高いもんだって。もう覚えすぎたのに、もう全然涼しくならないね。こう下りますね。本当ですね。ね。あ、ちょっと涼しくなってきた。境内に塩をまかないでくださいとか書いてるんだけど、何？塩をまく人がいる。いるんだ。氷防止です。なんだろう。天井星。おっと。
あら、こんな感じなんだ。あ、こっからすごい急に涼しくなる。ここも八角？八角？これは、ね、ね、ここも水ミクスのとこだ。農場水。農場水。ね、あれ？あんまりザーッと出てないんだ、滝。あんまり滝出てないんだ。そうですね、本当雨が。あー、いいんですかね。ねえ。ちょっとここ、ざっくりなってる時もあるんですけど。ないね。ないですね。水がない。水が全然ない。水口なんだ。前あそこまで入れたのね。あ、そうなの。やっぱみんな奥まで入り。ここがね、ほら、東流の滝、東山に伝わる公人7年816年7月23日の七陽星降臨演技の隕石落下地点がこの滝壺であったようだ。北斗七星と同じ方向からやってくるペルセウス・ザ・流星群、その母彗星、スイフト・タットル彗星からの隕石であったという。私の再発見したスイフト・タットル彗星のかけらの鉄の部分が星田妙見宮に落ちた可能性は非常に高いですね。彗星探索家、木内鶴彦氏、宇宙の記憶より。あれですよね。木内さん。臨床、なんだっけ。臨床体験した人、ね。あ、臨死体験、臨死体験。臨死体験した人だ。臨死体験した。ここの滝壺に落ちたんだ。ここに。この時期ってペルセウス座流星群は見えるんですかね。なんか話題になってましたよね。黄金ぐらいに。うん、話題になってたね。スイスとタットル彗星のかけらの鉄だって。鉄が落ちたんだって、ここに。鉄だって落ちたの。だから鉄っぽい何か。鉄っぽい？赤い？赤い？赤いのある。ちょっと赤石みたいな。赤石みたい転がってるけどね。金色流王者。金色流王者。ね、よく響きますね。ここね。あ、登竜門だ。鯉の滝登りですね、これね。鯉が登って。鯉が登って竜になるってやつね。ね、曲調これです。これです。これですとか言って。ああ、このだからこうざっくりしてるからでしょ。こう割れたようにっていうか、う、ね、崩れたようにっていうか、この感じ。えぐれた感じ。えぐれた感じ。ここに落ちて、うん、こっちがパーンって、うん、掘れちゃった感じなのかな。ゆうきさんはじゃあその臨死体験の時に見たのかな。見たんですかね。ね。あそこは？あれ。なんかあれも岩ね。岩二つあるけど。種類違うよね。ちょっと違いますね。なんか違う感じ。
百度石があるけど、もしかしてこのお百度石と上のお百度石を行ったり来たりするの？そうですね。この階段を。うん、すごいね。ちょっとこの階段はすごいよ。これはすごい。これはトレーニングレベル。そうです。なんかすごいね、それは。